階層構造は、ある事象や認識対象の構造が、高層建築物のように、各階を仮想から上層へと順に積み重ねて、全体を構成している場合の構造である。あるいは、積み木構造とも言える。また、ある要素が、複数集まることで一つのユニットを形成し、そのユニットが、複数集まることでさらに大きな一つの大ユニットを形成し、その大ユニットが、 という構造も、階層構造である。階層構造を特徴づける性質は、工事の階層は、定時の階層が備える性質を全て持っていることで、ある。例えば、3階は1階2階に備わる性質を全て持っているが、逆に、1階2階は3階に、特有な性質を持っていない。また、仮想階に及ぼされた影響は、上層階にも及ぶが、その逆は起こらない。 例えば、地震で1階が揺れた場合、全体が影響を受けるが、2階のみが揺れた場合は、上層階は影響を受けるが、1階は影響を受けない。また、各階層は階級として取り扱われることがある。各階級の関係は、親子関係として取り扱われ、親の特質が子に継承される。しかし、このような深い意味がなくても、外見上、 ピラミッド構造や高層ビルのような構造である場合も階層構造ということがある。重層構造とも言う。この概念は定義も拡張も自由であろう。構成要素である階級には階層の深さがあり、それぞれ浅い順に親子関係にある。親子関係において子は親の特徴を全て受け継いでいて、さらに子供は親にない独自の特徴を備えている。 すなわち、松代の子供は、初代の親からの特徴をすべて備えている。また、親は、複数の子を持ってよい。このような構造を有する場合、階層性があるという、マズローの欲求階層理論。マズローは後に、この図では、不十分で、さらに上に、自己超越の階層がある、とした。マイケル・ポランニーは、子供の階層は、 親の階層にない独自の特徴を備えているという性質によって起きる複合的現象を見出し、創発と名付けた。ポランニーは世の中の至るところに幾重にもなった階層が無数に存在するとして、この意味での階層構造の仕組みを層の論理と呼んだ。さらに、あらゆる事物の作動原理には制御できない自然法則だけでなく、常にプラスアルファの制御可能な 余白が伴い得ることを見出し、この余白に対してのみ、その上位階層からの制御が行われ得るとした。これを敷衍すると、ある階層で階の階層の余白を埋めた場合、それをさらに上位から見れば、階で埋められている余白はもはや制御できない、自然法則と変わらず、またさらに制御し得る、新たな余白が見出せる、という繰り返しとなる。この、 上位から見た回の制御可能な余白要素のことを、ポランニーは境界条件と名付け、この制御の仕組みを境界制御と名付けた。これらの概念は1950年代に著書、個人的知識、暗黙知の次元で暗黙知理論と共に提唱された。ありがとうございます。